前回まではオラたち予選の前からセイバーとこれからってところで邪魔されたけどな。たくすごかったな。競技パートは何をやるんだろう。見たかい私の実力。あんなのチートじゃねえか。グレー様今日も素敵でした。赤髪ポンプだ。はいしょー。あ、危ねえ。やめろ。なんだ。次は私がやろう。だから危ねえっての。誰かやめさせろ。もうみんなゲームなんてどうかしら。うんこ嘆きでいいだろ。じゃあピチグソマルはおとといのしーちゃんのパンツでどうかしら。私の人生でいいんじゃないやろ。やっぱそこに落ち着くのかよ。ここでも親父ほったらかしかよ。骨を押し殺して夜が明けるまで考えたある。意味深な言葉でか。ざまないある。人のペット勝手に取り上げるからそんなことになるね。そんなことを言ってる場合ですか。おい聞いておるか東條。その時はどうなるか分かっていような。失敗はいりません。今クダンのうんこ投げられきを。おい、うんこ投げられきってこれのことだよな。俺じゃないよな。お俺が言ったと分かるために。いいじゃん、減るもんじゃないんだし。減るんだよ、俺の中の大切な何かが。ケイさん、ケイさん、ちょっとえらいことになってますよ。ブルーペガサスからはジェニー。今度こそ負けないんだから。私も負けられない。1日目の失態挽回しなきゃ。これはまた間もなくナバルバトル開始です。早速だけどみんなごめんね。開け砲兵級の扉。ジュビアとアクエリアスの力。アクエリアスってやっぱすげえな。ジュビアの力に負けてねえんだから。それを言うならアクエリアス肩にめがけて糞を投げつけてきた猿、それがやつだ。ちょっと待て待て、出てこー、出てきやがれ。おい、どうなってんだ。一匹どころか全ての猿が俺めがけて一斉射撃してきたぞ。とはイロゼアのネットワークの広さを使って網を張りましょう。バナナを餌にして奴の名を呼びかけるよう江戸中に指示するの。こんな長い名前正確に伝えられるわけねえだろ。だから短くしろって言ったんですよ。どうすんですかこれ。まず一つクワトロパピー脱落。このままじゃ拉致が開かない。一旦戻るよ。バルコ、アリエス。セクシーガードです、姫よね。やれるものならやってみな。ありがとうございます。うるさい。全員まとめて倒します。水中じゃ思ったように力出せないな。シェリアも。あのバカ外に出ちゃった。なんで？よそ見でもしてたの？何これ。ルーシー、なんだあいつは。あれ、私の鍵が。どんな攻撃も繋いでくれたみんなに合わせる顔がない。ルーシー、セイバートゥースぞ。ブロー、魔力を使わなくてもすごいパワーだ、ミネルヴァ。やめろセイバートゥース、やはり強し。ルーシー、先ほどから動いていませんが大丈夫でしょうか。ルーシールーシー、マジでか。ブルーレイっつったら DVD より上のやつだろ。静香ちゃんの毛穴まで見えるやつだろ。ブルーレイ、ブルーレイってなんでそんな高級なもんがうちにあるんですか。お菓子になったお化けなんて見てえかよ。あの雨、ちょっと返品してくる。あー、銀さん、コード外し忘れてますよ。呪いのビデオだってフィクションなんだから。いいからテレビ消せ。もう、じゃあ銀さんあっち向いててくださいよ。音量小さくする。あー、なん
んか出てきたぞ。マジで出てきた。マジでシャレになってねえぞ。ちょっと待ってください銀さん。動きが止まりましたよ。どんだけ神経質なお化けなんですか。わかるけど、そういう時あるけど。テレビから出てくるどころか、これじゃ外出も仕方ねえな。私ちょっと手伝ってくるある。いいいい、出さんでいい。つうかお前どうやってテレビ入んだ。手舐めてんじゃねえぞ。帰れって言ってんだよ。そこはうちのテレビなんだよ。いい加減にしねえと上からバブルエコーをタビングするぞ。誤解です。私はお化けなんて怪しいものじゃないよ。見て。待て、落ち着け落ち着け。ビデオ1だな。ビデオ1でいいんだな。え、いいの。次の住処が見つかるまでだ。カラーテレビってこんなに真っ青でしたっけ。しばらくビデオ1は封印だ。地デジが終わったんだから地デジだけ見てろ。やめろよ。これ以上うちのテレビをブルーに染めんじゃねえ。変えろ、チャンネル変えろ。しっかりしろ。なんてことするんだこの野郎。ここで始まるのか。セーバートゥー隊フェアリーテール。メガヘン。勝負勝負。ルーシーは無事ですか。ルーシー、お前らチームは違っても同じギルドでしょ。ここにあるよ。よかった、ありがとう。何、 AB チーム統合だと。どうしてですか。仲間を笑われた。俺は奴らを許さねえ。もっと違うやつ、立体的に表記するやつあるだろう。立体的ってそこじゃねえ。殺す気か。殺すも何も誰にも興味を持って。分かった、仕事が終わったらお前の話聞いてやるから。とりあえず今はナビをやってくれ。ナビに全てを集中してくれ。嘘嘘、うざくない。失敗してくれてありがとう。でも失敗しなくても。なんでだ。うわあ、俺が君をどこにだって連れて行ってあげるよ。フェアリーテイル。さあ、いよいよ新フェアリーテイルが姿を現します。むしろに託すぞ。怪盗がするよ。燃えてきたぞ。ワイルド。何してんだてめえら。これだけのイケメンなら十分さらす資格があるわ。でもリオンとカグラか、面白くなりそうだ。手出しあぐれてんのよ。大丈夫です、僕も裏の人間なんで。とりあえず裏で手錠して待っててもらえますか。あ、面白い。一体どこにぶち込むってんだ。やれるもんならやってみろ、この変態獄長が。あんな不良監視存在していいと思ってんのか。出せ、俺は無罪だ。悪いのはその変態監視。新入りさんよ。なんとか方々を駆けずり回って原型を取り付けてきました。禁錮2年だってあっという間ね。よかったあるな。そうか、たことになってたある。あんな野郎、罪だけじゃなく変態性まで俺になすりつけるつもりか。あの監視長、それはダメだ。じゃあどこが模範囚なんだ。プリンストスで騒ぎ起こしてんじゃねえ。なんじゃそれ。待望の面会プッチされたんじゃねえか。ああ、そんなわけないじゃろ。お前こそ獄中で密かにトレジャー賞に漫画を。やっぱり俺のパートナーはお前しかいないぜ。信じるだけです。どっしり腰を据えて待ちましょう。おお、招待もらった。入った。最初に攻撃をヒットさせたのは、引いてる。
大丈夫。これから試合？ああ、絶対勝ってくるからな。ついに激突の時、勝つのは妖精かトラか。戦場に4頭のドラゴンが放たれた。試合開始。行くぜ。これはどういうことでしょうか。あの視点のゴーグが